競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のコスタポニータ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。スタニングローズ前に行きそうです。ハーパー、それに続いています。さらにはオールネス、4番コンクシェル、その後ろ先手を取ったのはオールネス、コスタポニータ、それに続いていますエリカビータ、そのうちに続いています。その隣にシンティレーション、内からはメガレイダ、その外に君の名はマリア。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外からサリエラ、内を通ってモリアーナ、この集団にライラック、外を通って新緑化、内からルージュリナージュ、外にはラベル、内を通ってピースオブザライズ、最後方にゴールドエクリプス。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さあ先頭はまだ1番オールネス、コスタポニータ、ほとんど差がありません。スタニングローズ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオールネス、その隣からはコスタポニータ、並んでスタニングローズ、間が空いてコンクシェル、その外からはシンティレーション、その隣からはエリカビータ、その外からはハーパー、君の名はマリア、続いています。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭を行きますオールネス、外にいるのはシンティレーション、残り 200m、 シンティレーション追い上げてきた、シンティレーション抜けた、差が開いていきます。シンティレーションゴールイン、2番手にはオールネス、3着にハーパー、シンティレーション見事このレースを制しました。スタートしました。オールネス好スタートを切りました。ハーパー、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはオールネス、続いてハーパー、さらにはスタニングローズ、3番ルージュリナージュ、その後ろオールネス、先手を取りました。その後ろからはコスタポニータ、内からコンクシェル、これに続いてシンティレーション、その隣にエリカビータ、オレンジの帽子サリエラ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からは新緑化、すぐ隣にメガレイラ、すぐ後ろにモリアーナ、外には君の名はマリア、その横にラベル、内を通ってピースオブザライズ、この位置にゴールドエクリプス、最後方にライラック、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。勝負どころ 3,4 コーナー中間。さあ先頭は依然として1番オールネス、外を通ってハーパー、スタニングローズ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオールネス、その隣からはハーパー、スタニングローズ、続いています。離れてシンティレーション、エリカビータ、その後ろ、その外からはサリエラ、内からはコスタポニータ、コンクシェル、その後ろ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったハーパー、エリカビータ、まだ足は残っているか、残り 200m、 2番手はスタニングローズ、この足色はどうか、エリカビータ、並んでいます、スタニングローズ、エリカビータ、わずかにわずかに、エリカビータ、混戦を制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、コンクシェル前に行きそうです。オールネス、それに続いています。さらにはルージュリナージュ、11番スタニングローズ、その後ろオールネス、先手を取りましたコスタポニータ、それに続いています。内を通ってハーパー、この集団にエリカビータ、内からはメガレイラ、外にはサリエラ、君の名はマリア、そのうちに続いています。その外にラベル、内から新緑化、隣にはモリアーナ、ここにライラック、その後ろからはピースオブザライズ、すぐ隣にシンティレーション、ゴールドエクリプス、この馬もこのグループ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前に戻りましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで先頭が変わりました。ルージュリナージュまだ粘っています。内からオールネス、スタニングローズ3番手、後続集団も追い上げにかかります。ルージュリナージュ先頭、その隣からはオールネス、スタニングローズ、続いています。コンクシェル、その後ろ、その外からはゴールドエクリプス、ハーパー、その後ろメガレイラ、続いています。さあいよいよ直線の攻防、ルージュリナージュ先頭です。
内からぐんぐんとスタニングローズ先頭、あと 200m、 しかし後続も足を伸ばす。メガレイラ差し切るか、メガレイラ抜け出しを図る。メガレイラゴール前は混戦、これは首の上げ下げでしょう。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。スタートしました。エリカビータ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエリカビータ花に立ちます。その後ろからはオールネス、この馬も上がっていく構えです。さらにはスタニングローズ、17番コスタボニータ、その後ろオールネス先手を取りました。間が空いてルージュリナージュ、ここにつけたのがコンクシェル、その外にハーパー、その横にシンティレーション。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からはメガレイラ、外にはサリエラ、新緑化、そのうちに続いています。その隣に君の名はマリア、内を通ってオリアーナ、外を通ってラベル、内からイースオブザライズ、この集団にゴールドエクリプス。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さあ先頭はまだ1番ホールネス、2番手はコスタポニータ、スタニングローズ、3番手、後続も追い上げていきます。ホールネス先頭、間が空いてコスタポニータ、その隣からはスタニングローズ、並んでエリカビータ、コンクシェル続いています。内からはルージュリナージュ、その外からはサリエラ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。スタニングローズ、ここで先頭に躍り出た、リードを広げにかかります。残り 200m、 先頭は依然としてスタニングローズ、一気にハーパー、スタニングローズここまでか、ハーパー、わずかにわずかにハーパー、混戦を制しました。スタートしました。ホールネス、これはいいスタートを切りました。ハーパー、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りホールネス先頭を伺います。ハーパー釣りかけていきました。さらにはコスタポニータ、11番スタニングローズ、その後ろハーパー先手を取りました。少し間が空いてルージュリナージュ、この集団にコンクシェル、エリカビータ、それに続いています。この位置にサリエラ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その横にラベル、内からは新緑化、ここにつけたのがメガレイラ、外には君の名はマリア、ピースオブザライズ、すぐ後ろライラック、そのうちに続いています。外を通ってゴールドエクリプス、内を通ってシンティレーション。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前はハーパー、ハーパー、さらにリードを広げます。2番手はホールネス、コスタポニータ、3番手、後続も追い上げていきます。ハーパー、このままいけるでしょうか。ホールネス続いています。その隣からはコスタポニータ、離れてラベル、並んでサリエラ、ルージュリナージュ、その後ろ、その外からはエリカビータ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。一番前にはハーパー、しかし後続も伸びてきた。ラベル懸命に追いすがります。あと 200m、 外から一気に突き抜けるか。ホールネス、ホールネス抜き去る。先頭はホールネス、1着でゴール、2着にはどうやらハーパー、勝ったのはホールネス、このレースを制したのはホールネス。スタートしました。ポンと飛び出したのはルージュリナージュ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくルージュリナージュ行きました。続いて前へ行くのはコンクシェル、さらにはスタニングローズ、1番ホールネス、その後ろ先手を取ったのはルージュリナージュ、少し離れてハーパー続いています。その外からコスタポニータ、君の名はマリア、そのうちに続いています。ここにつけたのがエリカビータ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。オレンジの帽子サリエラ、その後ろ内を通ってオリアーナ、その外にラベル、内からはメガレイラ、その後ろにライラック、外には新緑化、すぐ隣にピースオブザライズ、この集団にゴールドエクリプス。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として3番ルージュリナージュ、2番手はホールネス、スタニングローズ、3番手、
この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ルージュ・リナージュ先頭、オールネス続いています。フランデッツ・タニング・ローズ離れてサリエラ、その隣からはエリカ・ビータ内からはコンシェル、ハーパー続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はオールネス、さらに前へ出ていきます。200を切った。後続を引き離すオールネス、足色は衰えません。2番手はスタニングローズ、オールネス1着、2番手にはスタニングローズ、オールネス見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはオールネス、ルージュ・リナージュ、この馬も好スタートを切りました。予想通り先手を取りました。オールネス、2番手にはルージュ・リナージュ、さらにはスタニングローズ、17番コスタポニータ、その後ろオールネス先手を取りました。少し間が空いてハーパー、内からはコンクシェル、その外にラベル、内からエリカ・ビータ、その隣にサリエラ。この辺りで各は第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ピース・オブ・ザ・ライズそのうちに続いています。この集団にオリアーナ、すぐ後ろにライラック、すぐ隣にシンティレーション、この位置に君の名はマリア、並んで7番メガレイラ、その後ろに新緑化、最後方にゴールドエクリプス。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さあ先頭は依然として1番オールネス、外を通ってブージュ・リナージュ、スタニングローズ3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。オールネス、このままいけるでしょうか。ブージュ・リナージュ続いています。スタニングローズ続いています。サリエラ続いています。間が空いてエリカ・ビータ、内からはコンクシェル。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭を行きます。オールネス、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 後続との差はまだあります。このリードを守れるか。ピース・オブ・ザ・ライズ前を伺う。先頭はオールネス、1着でゴールイン。ピース・オブ・ザ・ライズ2着です。3着にスタニングローズ、勝ったのはオールネス、このレースを制したのはオールネス。